すいません、金さん。どうされましたか？遅延証ください。ではこちら45分の遅延証明書です。ありがとうございます。はい、じゃあこの公式に当てはめて解いてみてください。おはようございます。村田、どうした？電車の遅れです。はあ、電車が遅れてるのはいつ知ったんだ？いつも早めの行動が大切って先生言ってるだろ。すいません。こうしてる間に村田だけみんなに置いてかれてるんだぞ。はい、遅刻扱いにしとくからな。先生、やめといた方がいいっすよ。なんでだよ。知らないんすか、村田のお父さんって。どうしたんだい、村田校長。駅員さん。はい、どうされましたか？遅延証ください。何分遅れてました？30分ぐらいです。かしこまりました。では60分におまけして作っておきますね。マジっすか、ありがとうございます。それじゃあ皆さん、残り30分あるんですけど、自由時間にしたいと思います。失礼します、遅れました。お、伊藤、どうした？電車が30分も遅れてまして、これ遅延証です。30分も遅れてたのか。ん？60分ってなってるぞ。書き換えたな。ああ、違いますよ、駅員さんがおまけしてくれたんですよ。優しい駅員さんだな。じゃあ先生も30分おまけしてあげるから、ゆっくり寝てなさい。いいんですか？よく見てみろ、みんな寝てんだろ。優しすぎるぜ。すいません、遅延証もらってもいいですか？何分で作ります？30分でお願いします。はい、かしこまりました。はい、これ30分で。ありがとうございます。はい、ということで次の問題解ける人。あ、佐々木、またお前遅刻か。あ、電車遅れてて、これ遅延証です。ああ、そうか。ん？ちょっと待て。何ですか？お前3000分の遅延ってどういうことだよ。え？ああ、多分駅員さんのミスですよ。お前3000分ってことは2日以上もお前電車乗ってたのか。そんなわけないですよ。駅員さんがこんな間違いしないだろ。お前自分で作ったろ。作んないですよ。お前授業サボれると思って作って打ち間違えたんだろ。いや、そんな暇じゃないですよ。駅員さんのミスです。お前人のミスには厳しいな。うるさいっすね。お前先生にうるさいとはなんだ。暇だな。すいません、駅員さん。はい、遅延証ください。お兄ちゃんはスマホ持ってる？あ、はい。じゃあ JR のホームページを開くと遅延証が出てくるから、それを先生に見せたら OK だよ。わかりました。はい、泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギス。はい、これは誰が言ったでしょう？すいません、遅れました。森田、遅刻だな。いや、電車が遅れてまして。遅延証は？これ。おい、何事だ？学校ではスマホ禁止だろ。いや、駅員さんがこれ見せろって。森田、このクラスの学級目標は何だ？自ら考えて行動する。それができてないからこうなったんだろ。駅員さんに学校はスマホ禁止なので紙でください、それをなぜ伝えないんだ、わかるか？だからこうなっているんだぞ。はい、みんなの前で学級目標10回。きつー。それでは月の満ち欠けでありえないものをこの中から選んでください。遅れました。山川くん、何してたんだい？大雪のせいでチャリが進めなくて。大雪の日は早めに出るとか考えないんですか？20分早く出ましたよ。でも道が凍っててめっちゃこけたんすよ。道が凍ってるのも分かりますよね。何年ここに住んでるんですか？こんな凍るとは思ってなくて。山川くんはああ言えばこう言いますね。言い訳ばっかやめなさい。あ、すいません、遅れました。香川くん、あなたも遅刻ですか？電車遅れてました。これ遅延証です。あ、それじゃ仕方ないです、座ってください。ずる。すみません、駅員さん。はい、どうされました？遅延証をください。お客様、本日は列車に遅れはありませんよ。いや、遅れてるじゃないですか。他の鉄道会社ですか？いや、さっき着いた電車ですよ。いやー、先ほど到着した電車も通常通りの到着でしたよ。嘘つかないでくださいよ。7時50分到着のはずが7時50分45秒に着きましたよ。あー、45秒の遅延証をください。電車は基本15秒単位で運転してるんですよ。まあ時刻表にはそこまで書いてないですけどね。そうだったんですか？ってことはさっきの電車は15秒の遅延です。遅れてるじゃないですか。すいません、金さん。はい、遅延証明書ですか？そうです、10分のください。わかりました。では特別に30分におまけしときますね。あ、ありがとうございます。お前ら、やる気ないなら帰るぞ。言いたいことあんなら職員室まで来い。失礼します、遅れました。ゴート、お前は何やってんだ？授業始まってるぞ。あ、電車が遅れてまして。電車が遅れてたら許されると思うなよ。これ遅延証です。何が遅延証だ。え、おい、電車が30分遅れてたのか。あ、はい。学校には10分で連絡が来てるぞ。あ、すいません、駅員さんがおまけしてくれて。甘ったれてんじゃねえぞ。駅員さんがおまけしてくれただ。大丈夫ですって断るのが普通じゃねえのか。すいません、もうこんなクラスにはいられねえ。話やんなら職員室来い。怖っ。
は？すいません、金さん。はい、どうされました？遅延証をください。こちら15分の遅延証です。ごめんなさいね。ありがとうございます。では8段落目、大根の漬物はから、宮下さん。失礼します。電車の遅延です。村上さん、おはようございます。あ、おはようございます。これ遅延証です。遅延証明書ですね。はい、村上さんは遅刻3回目なので欠席扱いになります。え、今日は高欠ですよね。はい、遅刻です。いや、だって電車の遅れですよ。遅刻は時刻に遅れると書くのですよ。だから電車の遅れですって。座ってください。授業妨害ですよ。いや、おかしくないですか？いいえ、何もおかしなことはありません。もう校長先生に言いますからね。どうぞご自由に。やばー。すいません、金さん。はい、どうされました？10分の遅延証ください。はい、こちら遅延証です。20分におまけしときました。マジっすか？あざっす。はい、じゃあグラジュレーション。この意味がわかる人？すいません、遅れました。おい、加藤、また遅刻か？いや、これお願いします。電車の遅延です。あ、電車の遅延な。あー、まあわかった、お願いします。加藤、電車が遅れてて授業に遅れるってなってお前何してた？いや、そのまま学校来ましたけど。本当か？はい。お前のインスタオンライン中になってたぞ。え？スマホいじりながらのんきに来たんだろ。すいません。先生なめんなよ。こわー。すいません。はい、どうされましたか？遅延証をください。何分遅れてましたか？30分です。急いでください、今日大事な試験なんです。かしこまりました。こちら遅延証です。お気をつけて。はい。はい、それでは始めてください。先生、すいません、遅れました。おい、直樹、何やってんだよ。今日大事な試験だぞ。すいません、電車が遅れてまして。なんだよ、電車かよ。じゃあ仕方ねえよ、直樹のせいじゃねえもん。ありがとうございます。これ遅延証です。そんなんいらねえよ。直樹が電車で遅れたって言ってんだから間違いねえだろ。疑うわけねえだろ。先生。じゃあ直樹は遅延証に書いてある時間、60分延長な。あ、そんなにいらないです。すいません、金さん。はい、どうされました？遅延証ください。遅延証ですね。今スマホでも出てくるのでわざわざここ来なくても大丈夫ですよ。あ、そうなんですね。はい、では CO2、 この化学式がわかる人いますか？すいません、遅れました。大川さん、遅刻ですか？あ、電車が遅れてて、これでお願いします。ふざけてるんですか？遅延証はないんですか？今スマホで発行できるんですよ。断じて許しません。何でもかんでもスマホだのパソコンだの。いや、先生が遅れてるだけですよ。大川さんは先生を見下していますね。今日の授業は欠席扱いです。むちゃくちゃですよ。次からちゃんと紙でもらってきてください。なんなの。あ、駅員さん、電車が15分遅れてました。こちら遅延証明書です。あ、ありがとうございます。薩長同盟を仲介した土佐藩の人物、これは誰でしょうか？失礼します。雨宮さん、寝坊ですか？電車の遅れで遅くなりました。本当ですかね。何線ですか？名鉄です。ああ、信号トラブルで15分の遅れってなってますね。遅延証明書はありますか？あ、これです。雨宮さんからは前も遅延証明書もらってますよね。ああ、前は大雨ですね。コピーをしてる可能性もありますよね。そんなことしないですよ。照らし合わせてみますね。どんだけ信じてないんですか。大丈夫ですね。じゃあついでにこの問題解いていってください。勝海舟？坂本龍馬です。じゃあ今日は雨宮君居残りしてってくださいね。うわ、最悪。学生は勉強が一番ですよ。きつー。駅員さん、遅延証もらってもいいですか？あ、よう、お待たせしました。30分の遅延証です。え、10分じゃ。おまけおまけ、ゆっくり行っといで。ありがとうございます。はい、H2O、 これは何の元素記号でしょう？遅くなりました。はい、小林さん、遅刻ですね。いや、電車が遅れてました。これ遅延証です。それがどうしたんですか？いや、遅延証あるんで遅刻にはなんないですよね。何を言っているんですか、小林さん。遅刻は遅刻ですよ。いや、なんでですか？30分遅れてたんですよ。じゃあ30分早く家を出たらいいじゃないですか。いや、そんなこと知らなかったんですよ。これで小林さんが日頃何も考えていないということがわかりますね。うっさー。今うざーって言いましたね。内申点に響きますよ。助けてー。はい、それじゃあ前回の続きからやっていきます。みんなちゃんとノート取れよ。うわー、すいません。石川、またお前遅刻か。 JR 遅れてました。あ、それは大変ご迷惑をおかけいたしました。ってなんで先生が謝るんだよ。これは遅延証です。あ、よ、あれ、これ豊橋駅のだぞ。学校の最寄りは愛知水戸だろ。あ、いや、いつも歩いてくるんですよ。10分の遅延でこんな時間になるはずないだろ。どっかでお前遊んでただろ。遊んでないっすよ。ほう、先生が愛勤の時はな、いつも遅延証をストックしてる学生がいたんだよ。これあれば先生騙せるんでって言ってな。え、まだ知り合いが JR で働いてるから、石川がいつもらったのか聞いてみようか。いや、ゲーセン行ってました。やっぱりな、バレバレだよ。すいません。ああ、お前のせいで授業が5分15秒遅延してしまいました。遅延証明書の発行をお願いします。はい、じゃあこれリピートアフターミー。 Do you like たくあん？おい、小島、お前また遅刻か。いや、違うんです。
電車が遅れてました。これ新章です。ああそうか、わかった。なんだその束は。あ、いや英単語帳ですよ。あそうか、じゃあ席ついてノート取れよ。数時間前。え、キンさん、これよかったら。おお、小島、今日もありがとうな。じゃああれ、今日もお願いします。たくしょうがねえな、今日はバームクーヘンだから。じゃあサービスで5枚。え、マジっすか、ありがとうございます、助かります。任せとけ。すいません、遅延症ですか。10分のください、どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、おい、五十嵐来たか。あ、電車の遅延です。はいよ、お疲れさん。あれ、みんなは。ワクチンの副反応で休みだ。え、みんなですか。おう、お前は大丈夫だったのか。はい。じゃあ授業始めるぞ。逆に心配だな。すいません、キンさん、遅延症ですか。10分のください、どうぞ。ありがとうございます。失礼します。あれ、おう、尾道来たか。あ、電車が遅れてました。はいよ。みんなは。今日は映画鑑賞会だから、みんな体育館で見てるよ。あ、そうなんですね。途中から行ってもつまんねえだろ。先生とアマプラでも見るか。いいんですか。お菓子もあるぞ。最高。すいません、金さん。はい。10分の遅延証をもらえます。10分も遅れてないよ、5分でいい。あー、はい。そこ置いてあるから持ってって。ありがとうございます。お前らそれで授業受けられんのか。机に物置いて、服もそこら辺に脱ぎ捨てて。失礼します。入っていいって言ったか。あ、すみません。入る前に言えよ、なんで遅れたかを。電車の遅れで遅刻しました。証明書はこれです。ここまで私に来いよ。なんで先生が取りに行かねえとなんだよ。あ、すみません。だらだら入ってくんな。機嫌悪。あ、すみません、遅れました。宮沢、お前何やってんだ。寝坊しちゃいました。のんきなやつだな。お前出席率結構やばいぞ。頑張ります。まったく、卒業できなくても知らんぞ。はい、たくあん高校です。どうも、津駅の駅員ですけども、今日の朝お宅の学生さんに助けられましたよ。何のことですか。聞いてないんですか。朝駅で痴漢があって、その犯人を追っかけて捕まえてくれたんですよ。顔に怪我してたんで大丈夫かって言ったんですけど、すぐ行っちゃったもんでお礼もできなくて。顔に怪我。あの野郎。すいません、銀さん、どうされました。遅延証ください。はい、お待たせしました、ありがとうございます。はい、それではカエルの解剖を始めてください。失礼します。ああ、石田君、遅かったですね。電車がずっと止まってて。これ遅延証です。わかりました。給食まだですよね。ああ、はい、取っておいたから授業を聞きながら食べてください。はい。いや、カエルの解剖見ながら食えるかよ。これがカエルの心臓です。すいません、金さん。はい、どうされました。遅延証ください。はい、どうぞ、ありがとうございます。失礼します。秋山、お前また給食だけ食べに来たのか。先生、しー、黙食ですよ。じゃあ、いただきます。あれ、あ、秋山、お前、しー、ソーシャルディスタンス。すいません、金さん。はい、どうされましたか。遅延証もらってもいいですか。かしこまりました。何分遅れてました。10分なんですけど、ちょっとおまけしてもらってもいいですか。じゃあ30分で。あざーす。三船、おまけってどういうことだ。え、先生、なんでここに。今日はパトロールに来たんだ。電車通の人がみんな頑張っとると思って来たら、なんだこれは、余っとりでんじゃねえぞ。すいません。何を時間おまけしてもらっとんだ。ちょっとでも授業サボれると思ってんのか。いや、そんな。お前にはもう成績やらねえからな。ごめんよ。すいません、銀さん。はい、どうされました。遅延証をもらってもいいですか。はい、こちらでお願いします。あざーす。今日は急がなくていいんですか。一元は科学の山岸なんで、どんだけ遅れてもいいんすよ。あ、そうなんですね、お気をつけて。ほいーす。篠崎、何やっとんだ。え、なんで鬼の榊原がここに。なんとか言わんかよ、ほんだら。あの、電車の遅延です。他の子たちは30分も前に来てんだよ。なんでお前だけ遅えんだよ。いや、その、山際先生だと思ってダラダラ来たんだろ、ほんだら。すいません。先生たち舐めとったらあかんぞ。すいません。何突っ立っとんだ。さっさと廊下の雑巾が来ちゃおう。はい。すいません、金さん。どうされました。10分の遅延証ください。じゃあ30分の遅延証です。いつもおまけありがとうございます。失礼しまーす。あれ？今の時間って、社会のはずだよな。下島、こっちだぞ。今 3-0 で負けてるから早く来てくれ。マジかよ。今日年に1回あるかどうかの仮眠授業だったのかよ。
こういう日は電車遅れんなよ。はっきし、すいません金さん。はい、どうされました？遅延症ですね。どうぞ。ありがとうございます。それじゃあみんな、そろそろあいつ来ると思うから準備はいいか？すいません、遅れました。沼田、お前は何回言えばわかんだ。遅れてくんなっつってんだろ。すいません、これ遅延症です。そんなのいらねえよ。今日は先生からこれをくれてやる。え？誕生日おめでとう。おめでとう。びっくりしたろ。じゃあこれから沼田へのお祝いムービーを上映します。夢か？駅員さん、はい、どうされました？30分の遅延証をください。はい、こちらでお願いします。ありがとうございます。僕はエミールの大切なものを盗んだその瞬間、どのような感情が生まれたのか分かる人いるか？失礼します、遅れました。星川、これで遅刻何回目だ？今日は電車の遅れです。電車の遅れ？本当か？本当です。遅延症もあります。それはいいけど、遅れに気づいて早く行動したか？しましたよ。何分早く出た？30分です。お母さんに確認するからな。はい。あと宿題忘れました。宿題なんていいよ。いいんだ。駅員さん、遅延症ですか？はい、30分の遅延症です。ありがとうございます。すいません、電車の遅れです。お疲れさん。これ遅延症です。はいはい、そんな急がなくてよかったのに。はい、今日体力テストだと思って。ああ、来週になったから大丈夫だよ。今日は自由時間になってるから適当に遊んでこい。あ、わかりました。ああ、喉乾いたろ。ジュース飲むか？いいんですか？先生も暇だからな、買いに行こうぜ。最高な日だ。